皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛りチャリショーデラックスで遊んでいきます。さあガチャ回しましょう。今日は宇宙の名産チャリシリーズ回すですね。おお、いきなり鏡餅ちゃん、お月見ちゃんですかね。あ、とろーり月見チャリっていうんですか。いいですね。頭の上の団子落としたらダメよみたいな、そんな感じですかね。さあ、デラックス1ワールドツアー2のステージ2いきましょう。さあ、ではステージ、あ、12ですかね。ナイトアルカサルってことで夜バージョンですか。ステージ12の1、平均寿命は世界2位と、シエスタ休憩所裏通りと。さあ、もうステージ難しいですからね。難易度高いですから。さあ、夜に自転車はちょっと怖いと。ライトをつけておかないとですね。ダメですからね。あ、なんか下に落ちれそうな感じしますね、若干。さあ、ジャンプだけで今のところ大丈夫ですか。おっと、危ない。骸骨ちゃんですかね。スケルトンナイトですかね。まあ、いろんなゲームで私遊んでますから、ああいう敵さんもいらっしゃいますよね。結構強いと。上ジャンプ?さあ、この方は背景だから当たらないから大丈夫ですね。この中に紛れていらっしゃいますからね、たまに。当たったらダメな方。あ、いた!もうジャンプタイミング難しい。さあ、ジャンプ、また同じことになりそう。よし。少ない。さあ、右にちょっと動かしておいて。おお、ギリギリ。あ、メダルがある。ジャンプ。ああ三つ目のメダルってことは二つ目下に落ちないといけないんですか?おそらく。さあ、ゴールと。さあ、メダルゲットできずと。さあ、ステージ 12-2、集合時間は大体夜。ナイトアルカサル宮殿前と。あ、ナルオ君夜はあんまり外出ないですね。買い物も夜には行かないですね。お仕事の帰りがけに買い物して帰る感じですかね。今日も買って帰りましたけど。今日は、ミニラーメンですか。朝いつも時間ないからミニラーメン作って食べてるんですけど、美味しいですよ。それとプロテインジュースですかね、ココア味の。あと何かもう一個買ったんですけど、何でしたっけ、忘れちゃった。何でしたっけ。あ、そう、ポテチ買いました。お腹空いたら食べようかなと思って。薄塩味ですね。皆さん何味が好きですか、ポテチ。あ、なるくん、ポテチ動画も出ししたことありますけど、確かアークザラットさんか何かのおもちゃですかね。もう再生リストに一緒に入れてるんですよね。多分最初の画面がトランポリンのが映ってるんですけど、よかったらご覧くださいませ。懐かしい。あ、待って。あー、いけなかった。さあ、メダルラスト1個あそこにある。あれは取りたい。ジャンプ、もう一丁ジャンプ。よし、一回ジャンプできそう。下手に二回ジャンプすると届く。お願い。よし、ウルトラジャンプ。このままずっとジャンプしましょう。 ET さんばりになんか自転車に乗ったまま宇宙に飛んでいくという。よし、何か知らないけど裏技ずっとこれでもう先に進んでゴールするという。あ、でもこれだと背景がちょっと見えない。あれ?いなくなっちゃった。あ、ゴールしちゃった。さあ、メダル3つゲットですね。では、ステージ 12-3、50% の確率で紙がないと。あ、これもなんか前お話ししましたか。ゲーム実況で。そう、外国ってなんかトイレ、紙がないみたいな、なんかそんな感じですよね。私もちょっと詳しくはないですけど。いや、 やっぱ日本は恵まれてるってことですよ。ちゃんと紙ありますしね、予備の花瓶もありますからね。なるほど、なんかトイレにお入りした時に紙がなかったらなんかそっと出ますからね。皆さんどうですかね。まあでも最近はもう何ですか、小さいバッグか何かに、リュックか何かにあれですね、ちゃんとポケットティッシュとかなんかタオルとかちゃんと常備してますからね。あと何ですかね、タオルとかも一応入れてますね。
あのためにそう温泉とかにぶらり行ってですね、立ち寄り湯した時にタオルがあった方が便利ですからね、まあ、なかなか立ち寄り湯してないですけど最近。いやドライブいいですね、ドライブしたい。車がなんか今後ガソリンじゃなくて電気自動車とかになるんですかね。そう CO2 削減のためですよ。そうこの自転車チャリゾーさんもそうです、 CO2 削減のためにチャリで移動してるのですと。さあゴールですね。おお今回はノーミスですか。さあステージ12-4、友達の友達はすぐ友達、アミーゴ集合場前と。ああ私そういう経験ないですね。友達の友達が友達だったとかですね、まあ、いや共通の友達ってことですか。そういうのないですね、そういうシチュエーション皆さんありますかね。まあ、基本的にナルくんのお友達って学校が同じ子と会社が同じ子ですからねそれ以外のお友達がいらっしゃないからかなり狭い感じの友達図ですけど。さあ今回あんまりなんか攻めてくる敵さんが少ないですね今のところ。ああこれちょっと乗れますかね。よしさあこれでちょっと右に移動してと。おお、あなんか来てる。あ一瞬見えてたのに油断しましたね。油断大敵ですよ。さあジャンプして、わあ、デコボコの、ちょっと厄介。さあ、あとメダル1個。赤なんですが、ドラゴンでしたっけ？違う。エアーライドですか。さあ、これでメダルを取って、さあ、ゆっくりゆっくりスロー。もう一回ジャンプできる。さあ、あとは右を押しつつですね。左指で右に移動させつつ乗り越えると。ギリギリ、すっごいギリギリ。どこどこどこ、危ない。なんとかあの大きいコモちゃん気になりますけど、あ、なんか来た、危ない。やめてやめてやめて。おお、セーフと。さあメダル3つゲットということでラスト行きましょう。ステージ12-5、闘牛が苦手な人もいるバルセロナ闘牛場前と。まあ難易度星5個ですか。でも星5にしてはそんなに難しくないですね今回は。最後はやっぱ難易度上がるんですかね。お、あれだったら登れるんですちょっと待って、あー間に合わない。最初からプレイしましょう。ジュエルで一番難しいデュエルなんですかね。忍者ちゃんも難しいですし、ウサちゃんも若干難しいですよね。さあ、2段ジャンプして。なんか降ってきてる。あ、すごい。どっから、ちょっと当たるでしょ、この岩。あんな大きい岩、どこから降ってるんですか？上見上げたらなんか山があるんですか？なにこれ、なにこれ。え、なにこれ。え、どういうこと？どう言ったらいいんですか？あー、なんか無限ジャンプすればいいんですかね。さあ、無限ジャンプと。コンティニューした時だけなんかできる裏技かわかんないですけど。あー、どっから降ってきて、ちょっと待って、危ない。おー、これ面白い。ずっとジャンプできる。ずっとジャンプできる。あ、できなくなっちゃった。あー、乗せて。よし。あ、これ乗らないといけなかったんですね。乗り遅れたらもう終わりみたいな感じですか。ちょっと危ない。なんか右に行きすぎてる気が。よし、ギリギリ。あれ、メダルが1個もない。そう、1個もないですね、今のところ。あ、1個あった。じゃん。あ、取れなかった。しくじりましたね。しくじりなる点ですね。まあ夜にしては結構月が出てるからか明るいですけど。さあ、これは取れそう。ちょっと待って。これ取れそうって言ったのに。取れなかった。
さあメダルまで、よし、ごっつぁんゴール。おお、さっきの1個目だったんですね。惜しいですね。さあ落ちちゃう、落ちちゃう。少しだけ乗ってても大丈夫ですからね。時間経つと落ちちゃうから。あ、また赤チャリさんがいらっしゃった。赤チャリママチャリ、チャリチャリですね。いや、昔ママチャリ乗ってましたよね。うわ、すごい。おお、なんとか、よーし、ゴールいたしました。国旗はなんか、何の国旗でしょうね。鳥ですかね、マーク。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。